じゃあ今回はその銃とか建築を使わないね、今までちょっと練習したことを台無しにするようなちょっとクリエイティブで脱出っていうなんかマップがあるんで、それをやっていきましょうよ。はい、脱出ゲームみたいな。そう、脱出ゲームやりましょう。はい、ということでね、まあ軽く基本動作をね、ちょっとリンゴ星人さんに教えたということで、今回はちょっと2人で無人島脱出っていうマップをねやっていこう。無人島から脱出しましょう。 OK、 じゃあ行こう。さあ我々リンゴ星人さん、え、なんかちょっと画面が消えちゃった、ごめん、ちょっと待ってね。 OK、 少し態度を減少します。島根の食料、あ、無人島生活なんで、なんかその、はい、今なんかなんていうのかな、体力が減っちゃうらしいんですよ。あ、これですか、だからてるやつ。ん？めちゃめちゃ炎をまとってますよね。そう、まとってる。あのね、はい、体力がなくなっちゃうらしいんで、食料を集めましょう。うん、はい。ちょっとどれが、そう、食べ物とかわかんないんだけど、何があるかわかんないんだけど、なんかあるらしいんで、それをちょっとやっていきましょう。はい。食べ物、木の上とか。あ、痛い。え？減ってった、減ってってる。体力が分かってないな。そう、左下にあるのが体力で、これ100がマックスで今90になってるんで10減ってますね。ちょっとマジついてきたら困るよ。ちょっと無人島なんだから、私たち無人島なんだから、ちょっと別のとこ行くよ。あ、隠れちゃったら会えなくなるやん。あ、なんか木がある。え、拾う。ちょだからついてきちゃダメなんだって。ついてきちゃダメなんだ。なんかマップにいろいろ落ちてるので、なんかそれを拾ってなんかやるらしいですよ。ああ、なるほど。だから手分けしてちょっと探んないとちょっと、はい、分かりました。難しいみたいです。お、こっちになんかある。ケーキがある。食べちゃおう一人で。え、行きたい。ああ、回復した。いて、痛い痛い。一人食べちゃおう。一人食べちゃおう。何ケーキですか？え、わかんない。ケーキみたいなやつ。何ケーキわかんない。おお。めちゃくちゃあるよ、こっち。ひどい。めちゃくちゃある。わかんない。こっち来る？あ、でも取っちゃったから。もうない。あ、なんかね、こっちになんか発見したんだけど、何かできるっぽいんだよね。弾一発と鉄とあとグライダーみたいのがあると、ちょっとこの村から脱出できるよって書いてあるんだけど、はい、この村からなんか脱出できるか、なんかパーツができるらしいんだけど、ちょっとそれをちょっと取りに行こう。グライダー？うん、ありました。お、あった。なんかこっちにそのなんかパーツがあったので、それをちょっと、はい、そっちに行った方がいいですか？こっちにあるっぽいんで、全然どこにいるかわからないんですけど、多分ね、マップ多分岩越しとかね、透明に見えてると思うんだよね。あ、そうそうそう、矢印とか。そうそうそう、これで、こっちになんかそのパーツがあるんだよ。はい、こっち、あれどっちだっけ、多分こっちだと思う。ほらほら、これで、ここにグライダーのマークがほら、こっちにある。おー、ここ、ほらで、それに、なんか近寄って、なんかやってみて。これ見て。いた。え？ここ、近寄ってもっと、ここ、ほら、うん、はい、四角で、なんか、四角っていうか、なんか Y で、なんか贈呈とかない？贈呈は、あった。布を作業台に置く。OK、できたっぽい。よし、そう、そんな感じでなんかパーツをくっつけなきゃいけないらしいんで、これをちょっとやっていきましょう。わかりました。で、リンゴ星人、リンゴちゃんちょっと体力がないから、ちょっと、あ、このバナナほら、おいで。バナナが結構ある、こっちに。ほら、これを食べるのよ、これを。あ、本当だ、すごい。そう、これって、これを Y で食べるのかな、近づいて。そう全部食べて。やったー。左側のエイムがすごい下手。
そう、結構も近づけばいい、もうもっと下向いて。いて。やばいよ。まだパーツが全然集まってない。これ上行けんのかな、この島の真ん中の山みたいな。ですよね、うん。あ、空飛ぶやつでできますか。ん？なんて？空飛ぶやつで。空飛ぶやつ。なんかありますよね。鼻広げてヒューみたいな。いや、どういうこと？え。空飛ぶやつで上に行くってどういうこと？なんかもう、やだ。なんでなんで、わかんないわかんない。だから、何を言ってんのかわかんないんだよね。空飛ぶやつ？はい。ないよ。なんか、こんな。ジャンパー？あれ？かなぁ。ピュン、あった？そんな飛ぶやつ。いや、え、あれって自分で設定するんじゃないんですか？空はね、飛べないんだよ、このゲーム。あー。そう。最初になんかあれでしょ、多分気球から落ちて飛ぶやつでしょ。あ、それです。それはね、気球から落ちないと飛べないんですよ。重力に逆らえないんですよ、このゲーム。お、弾発見。え、すごい。これ炎の中入れる。炎燃えてるところ。悪意あるな、なんかその言い方。炎上してるそれ。無人島っていうか、なんか孤立島みたいなとこ行けるな、これ。島？島がある。おお、なんだろう、なんかあんのかな。あ、これあるぞ。すごい。あ、待って、ショットガンの弾が必要みたい。さっき撮ってませんでした？今さっき撮ったのはね、ロケットランチャーの弾なんだよね。あ、はい、そっちにもある。なんだあれ。そっち、あ、これこれこれ、あったあったあった、今目の前にあった。うんうん、はいはいはい。どこだ？これを取っていくと。うん、よー、完璧。なんかコードみたいな。おー、なんかできた。なんだこれ、アイテム手に入れる。お、ダイナマイト。あ、すごい、ダイナマイト手に入れた。爆弾を作成したって書いてある。ダイナマイトさ、なんかさっきさあったよね。ちょっと本島に戻ろう、はい。ということで、ちょっと今ね、なんかね、フラッグを手に入れたんだよ。はい。え、なんか、待って、なんかさ、アイテムとか持ち帰られないんだけど、何これ？え？持ち帰る量に制限があるとかですか？わからない。なんか、ダイナマイトに移行できないけど、ちょっと待って、ダイナマイトの部屋があったんだよ。ちょっとこっち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 。ここで多分、ダイナマイトを。ピュッとやって、開いた、ロケットランチャー手に入れた。あ、キノコめっちゃあるよ。おいで、おいでおいで、はい、行きます。あ、ロケットランチャー、あ、ここで贈呈できる。あ、ちょっと待って、はい、あと10しかない。修理して勝った、終わった。え、すごい、なに何があった？いや、だからいや、だからこのマップに落ちてるアイテム等を全部拾って、はい、僕が脱出したってことですよ。すごい、100割。そう、だから我々が脱出できたってことですよ。そう、おめでとうだ。ちょっとリンゴ星人さんはもうちょっとフォートナイトをやってもらうしかないね。うん、はい、やっていこう、これからどんどん。ボクシングさんの活躍ありがとうございました。いやいや、ね。ということで、またね、ちょっと企画してやっていきましょう。はい、ぜひぜひ。じゃあ、とりあえず、じゃあもう、ね、コーチしたってことで、結婚した方がいいんじゃない？それはいつになっても無理です。はい。